世界をあんまり想像することないじゃないですか、当たり前ですけど。でもゲームの世界ではそれができるので、まあ、ゲームの世界を自分で作るっていうのは、そうですね、世界を一つ想像するのに等しい行為なのかなというふうに思ってます。スライド出勤、時間のないママには最高です。技術書いくらでも買えて最高です。マイカー通勤 OK、 駐車場は会社負担最高です。いつでも誰でも OK、 マッサージチェア最高です。自分の PC 環境で仕事ができて最高です。もちろんソフトウェアですね、ゲームだとか IT 関係のシステムだとかを開発したりとか運用したりとか保守したりとかっていうようなことをやってる会社です。業界として若いので、まあ、若い人が入りやすいというか、まあ、興味持ちやすい現場になってるかなというふうに思います。もともとは広島で別業種で働いておりましたが、 U ターンをきっかけに希望だったエンジニア職での就職を考え就活を始めました。ジョブカフェ島根を通じて面談の機会をいただきまして、島根初のゲーム会社ということもありまして、最新のトレンドを取り入れた開発体制があるということと、運用や品質保守そういった内容だけではなく開発をメインに仕事ができるということに魅力を感じまして入社を決めました。 IT 系のお仕事を探している中、島根でゲーム開発業務というのはとても目立っておりました。9時30分を基準とした2時間のスライド勤務とあり、朝に弱い自分にとって最高の環境でした。仕事内容も面白そうで、業務環境も良さそうだったので入社を決めました。自分が書いたコードがソフトウェアとして動いたときは何にも変え難い喜びがあります。実際のアプリ開発の業務に携わりますと、世の中のサービスがどのような仕組みで動いているかっていうのをより深いレベルで知ることができます。それを通じてエンジニアさんの努力や工夫を垣間見ることができ、とても参考になります。自分が作ったソフトウェアも誰かの手の中で動いているっていうことを想像すると、自分もエンジニアの一員になれた気がしてとても誇らしい気持ちになります。業務内ではプログラマーとして現在は3人のチームでクライアント先と連携を取り開発などを行っています。チーム内はいい意味で立場の上下や壁がなく、気軽に相談し合って作業を進めています。業務外では自称宴会部長を務めています。といってもまだコロナなどもあり、まだ一度しか開催していませんが、今後何かしら理由をつけて飲み会やらを開いていければと思っています。好きこそものの上手なれっていうのがあるんですけれども、やっぱりゲームを実際にやるのも好きだったりとか、開発するのがそもそも好きだったりとか、 IT システムであればやっぱりコンピュータープログラミングがすごく好きだとか、本当にやっぱり好きでいてほしいなっていうところがあって、まあ、そういうふうに思っておられる方にぜひ入っていただければいいなというふうに思ってます。直近5年後っていう意味で言うと、やっぱり自分たちの会社からまた新しいゲームとかも出せればいいかなというふうには思ってまして、まあ、それだけで会社の経営が成り立つっていうところを、まあ、今目指して頑張ってます。30年後とかはですね、やっぱ世界的に大きなゲームの見本市というか、そういったところで自分たちの新作ゲームみたいなところを発表してですね、メディアの方とかに取り上げていただくみたいなところを大きな夢として持っておりまして、そこを目指して頑張りたいなというふうに思ってます。